はい、こんにちは、カタリバチャンネルです。本日も聖剣伝説レジェンドオブマナーやっていきたいと思います。今日で4回目ですね。さあロードしますか。はい、ということで今マイホームですね。また新しいアーティファクトを置いて進めていきたいと思います。まあ、結局クリアすんのになんか3種類の、話があって、それのどれかをクリアする必要があるみたいな話らしいですけどね。ここら辺がいいかな、どっちがいいかな。これ錆びた怒り、月読み、錆びた怒りにしとくか。じゃああれ置けね、あれどうやって置くの、あれ置く場所ないよ、あれ違う、今間違えたの、あれこうか、よしよしよし、マイホームからここしかないな。離れちゃうと敵が強くなっちゃうんで絶妙な感じですね。この次からはさらに敵が強くなるという、あ町やん、これ町か、なんだ、じゃあ遠くに作ればよかったな。町ですね、小屋行ってます。あ、ん？アイテム買う、あーなるほど。結局この材料何に使うのかよくわかんないんだよな、怖いよね。何の話？いたずらよ、何の話をしてるんだ、仲良くしてね、何の話だよ。あ、もう帰るのなんか、あーなるほどね。あ、今装備してるやつに比べてプラスいくつっていうのが一応書いてあるのか。なるほどなるほど。じゃあ片手剣またやるかな。この辺は攻撃力が強いですね。ちょっと待てよ、防御強くすっか、ミスリルアーマーと固定、この辺はまあ何でもいいんだろうな多分。はい、あと武器だな、武器何しよっかな、ハンマー、あ、ちょっと待って、金が足んない、もちろん売ろう、ここら辺でいらねえよな、これなんだっけ、杖か、杖いらん、帽子もいらん、なんとかスピア、これもいらん、ブロムソードもいらん、これもいらん、よし、これで買える。ちょっと違う武器も使ってみたいな。両手剣かっけえな。両手剣買ってみようか。これで両手剣にする。はい。おお。で、ミスリルアーマー、ヘルム。最強装備でいいじゃん。お、いいね、ミスリルで揃いましたよ。で、ここら辺の技がないからしばらく殴れば必殺技覚えるでしょう。
トーマだ。帝国戦ね。調べてんの？じゃあこっちじゃねえな。船はどこですか？シーサイドホテル。なんか。今なんかいた？何の話？君が引き受けよう。波間に眠る追憶。これは宝石泥棒編ですね。これメインストーリーの方ですね。なんだよ、こっちなんもねえのかよ。あ、いけんじゃん。あ、ちょっと待って。話しかけたい。話しかけれねえ。何これ。上に行けそうだったな。こっち行けないんかい。まあいいや。港あっちって書いてある。え、港あっち、あ、こうか、こっちか。あ、ちょっとこれちょいちょいムカつくな。右に移動したんだからそのまま右に移動させてくれよ。あ、なんかさっき言ってたやつか。だから、俺たっちゃ海の男のレストランから眺めるけど、ここ機嫌だぜ。なるほどね。え、なんもないの？ちょっと。この町なんなん？今どこ？ここか。名前ないの。そう、ちょっとこいつマジ邪魔。こいつマジ邪魔なんだけど。いけた。じゃあまあフラグ立ったからあの人形あたりかな。人形あたりに話しかけるとみたい。ちくしょうだからさ。マップの作り方がよろしくないの。おい。特にないんかい。話が特に進まないな。さっきのやつフラグ立ってない。なんか、あ、来た。幽霊のことを聞く。気にしてるだけかい。帝国船は秘密の指令を受けて。なんでそんな秘密の指令を受けてって秘密のこと言うんだろうこいつ。で、特にその他の情報がないよね。マジか。誰に話しかけるんですか。あとはだらしない。だけ。何もない。何をすればいいんですか。じゃあ。あ、なんかいた。なのね。違うのね。最悪だなこいつ。追いかけるのか。ザル魚。5万ルク。絞り取ってね。そう、絞り取るのが大事。
こっちなんなの、すごいよねこの魚、キモいと。ああ、これで喋り尽くした。こいつと喋れないからな。さあ、フラグはなんかないんですか。セーブは意味ねえな。あとは頼んだよ。あ、今なんか幽霊いた。ちょっと待て、なんか幽霊いたぞ今。ほら、出ようとするとなんか出る。くそ、どういうことだ。それは知ってんだよ、話が進まねえんだよ、幽霊騒動。こいつらも何の意味もねえな。なるほど。あとはなんだ、どこだ。なんかないの。頼んだよ、しかお願いしろ。ここになんかいいんだよ。どうやったらいいんだ。わかんねえな。いや、戻んない戻んない。なんかこいつが一番なんか知ってそうなんだよな。ちょっと待てよ。やっぱあの刑事がなんか怪しいな。そんな知ってんだよ。お、なんだ、何回か話しかけんのか。態度いかんなと。帝国の船、こいつ役立たずだな。幽霊のこと、何、他にないの。予告状が出たので、青い目の人物、なるほど。他に、他に会話が、人魚、踊り子、傭兵、衛兵か、トーマ、トーマ、あいつか。違うな、こっちじゃないな、こっちレストランか。あ、やっぱいたよ。ザル。さあ、ちょっと追いかけましょうじゃあ。
どこだ、あ、いた。うん、トーマです。さあ行きましょう。知らん事故。あ、ちょっと出ちゃって。取り込み中。なれなれきしくしないでっつって。なんだこれ。うん、ブルーコースやむなし。海の魔女。そう、青い人に渡せ。そんな、お、なんかくれた。終わり。さあどんどん進めていきましょう。じゃあ鍵詰めいきましょうか。じゃあカギ爪置くとこなくね。あ、違う、これ海に置くのか。そういうことか。なるほどね、海に置くアーティファクトもあるってことか。ズドン。さあこれは何のイベントですか。海賊船バルド、行ってみましょう。ちょっとせっかく装備整えたから戦闘したいです。戦闘したいです。え、なにこれ、すごい揺れてる。おい、海賊ダンディーな。足はやめとくんだな、ペンギン。ヤンスもやめとけ。いい感じだろう。はい、どういうこと。
あったんだけど、何があるのここには。あれどういうこと。じゃあ下に行くしかないのか。炸裂、部屋多いな。検索するのめんどくさいんだよ。ちょっと、あ、敵いた。よっしゃ、振るよ俺は。ほら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 、なに、なにこいつ。あれだな、中距離、中距離だね。中距離だから射程が長いぞ。いいね、体験。しかしやっぱダメージすごいな。お、ジスリー聖眼っていうのはこれ装備しましょう。早速、イエー、当たってる？当たった？おお、当たった。すげえ当たった。シールドなんつった今。シールドブレイク。説明しようみたいなのないのかな。ちょっと教えてほしいな。ミドルレンジヒット威力中、ミドルレンジヒット威力中、一緒か。モンスターのヒナだ。おお、久しぶりに見つけたぞ。アイテム渡すんだっけ。どうやって捕まえんだこれ。あ、どうやって捕まえたっけ。なんかボタンあったっけ。あ、これだ。何でもいいのかな。じゃあ海だし、せっかく魚にしよう。ダメですか。
え、ちょっと肉は肉。肉食わんの。肉は。何こいつ。肉、肉、何でもいいんじゃないのかな、ダメなのかな、ここら辺。ダメだったらしい。美味しくなかった。食いついてくれないかな。全然ダメな感じだな。違う。何でもいいんじゃないのかな。じゃあここでも肉、はい、お、いいね、蹴ってやったね。よし、肉があれが何のために役に立つのか全然わかんないんだけど、よっしゃ、経験値は大事。シールドブレイク、ミドルベンチ、おりゃよしよし、なるほど、こっちも部屋なのか。読めないの、巻物。エール、エールってなんだ。魚肉。こっちはこのままこんなもんか。またこっちか。降りたっちゃペンギン。おお。海のエナジー。何の話や。よしよしよし。おりゃおりゃ。海の中が恋しくなる。あれさっき通んなかったっけ、こいつ。気のせいか、気のせいだ、セーブはいらない、セーブはいらないよ。あれさっきやっぱ来たな、ほらやっぱ来てるわ。あれどこ見落としてる、あれ、そうか、こっち行ってねえのか。はい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 、操舵室これ話しかけれねえんだけど、どういうことだ。あ、来た、チャボ、違う、どっちに行く、どっちに行くってなんだ。じゃあさっきのやつだと南かな。え、どういうこと。じゃあ東、
じゃあ西、はい、え、どういうこと？どっちに行く？え、何これ、延々と続くんだけど、え、どういうこと？え、なんだなんだ、ああ、なんだ、急に始まった、どういう順番だったんだろう、どういうこと？ああ、とりあえず出るか、そういうことか。おかしら、風がなくなったぞ、おかしら、話が進まんな、話が進まん、どこ行きゃいいんだ、外行くか、風がないんだったらやっぱ甲板出ないとな。さてさて、お、ちょっと、あ、釣りしてる人がいましたよ、今瓶が釣れました、蓋が硬いです、取れた、なんか出てきたよ、なんか嫌な予感がしますね、いい船だ、私の船にしよう、どういうこと、ギャー、ギャーだな今のは、さあどこに敵がいるんですか。あ、やられてる、どういうことだ、え、触れねえんだけど、おかしら、かしら、仲間やられてます、瓶を手に入れる、瓶を手に入れる、どこで瓶を手に入れればいいんですか、これこっちじゃねえってことが分かった、やっぱ地下だな、地下、どこにあるんだよ、だいたい一番奥なんだよ、経験よこせ、瓶をよこせ、シールドブレイク、おりゃー、そして外した、え、瓶ないんですけど、瓶ないよ、どういうことだ、
ここじゃねえのか。シールドブレイク。おりゃー。よっしゃ、めっちゃ当たった。ここじゃないということは、それってなんだ、気になります。呪われた骨のペンダント、最悪だな。あれ呪われてんの？でもめっちゃ増える、何かがめっちゃ増えてる、これ。呪われてるからやだ。次行きましょう。さてと、1個ずつしらみつぶしにするしかねえか。おりゃー、めっちゃ決まった。強っ、強いぜよ。強いね。ワンセットでクリアしちゃうよ。どこにあるの、瓶どこですか。スピードアップ。9しかいらないしな、こいつら。ちょっと瓶どこにあるの、瓶。シールドブレイク。おりゃー、倒しました。結局上甲板開けたやつあったからな。甲板か。じゃあどういうことだ、どこ行けばいいんだ。何かのフラグが立ってないのか。頭、瓶ないですぜ。柱、リスつけえなこいつ。瓶がねえっす、柱瓶がねえっすよ。どこ行けばいいの、わかんねえ。柱瓶がねえっすよ。
とどこに瓶があるんだよ。分かんねえ。こっちじゃないね確か。やっぱ近くか。見落としてるとこか。関係ねえよ。どこにあんの？瓶どこにあんの？困りやしたよ。困りやしたよ。こっちじゃないから。こっち近か。動いたぞ。こいつか。こいつのせいか。気づかなかった。この手には伸びません。バトルですね。よっしゃやったるで。回転してる。ちょっとやんないのがいいよ、こういうのは。あ、まだなんかある。おお、なんかめっちゃ食らった。当たんね。はめろはめろ。お前のキック当たりそれ。お、当たったよ。よっしゃ食らいやがれ。お、マジかよ。この無敵時間ずりーぞ、お前ら。パンチ。まただ。なんだなんだ。マジか。いや
起きろ起きろ。くそ、しょっちゅう無敵時間来るな、こいつ。うずえな。ずりーぞ、おめえ。お前、ずりーぞ、おめえ。ずりーぞ、おめえ。まあまあ言うて楽勝だったな。無敵時間がずるいだけのカスでしたね。ありがとう。おお、つまらないもの、解けない心、静かなる海域。はい、次どんどんサクサクいきましょう。じゃあ解けない心いってみましょう。はい、うん、今度は雪ですか。フィーグ雪原、クラートスよ。妄想ではないか。凍れる過去。おお、こうしてはおれん。どういうこと？いや、敵だ。よいしょ、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 よし、倒した。ちょっとおいしくないな。敵が弱いのか。さすがぞ、気合え、くれ、おりゃおりゃおりゃ。いいね、威力いいよ。経験はしょぼいな。経験起こせ。ああ、敵いっぱい出るな。
セーブポイントということは敵なのか、あこっちはどうでしょうか、ね、敵いっぱい出んなここ。お、ノイズ引き上げだ。妖精の秘宝は？そんなもので命が大事だ。今日のところ引き上げる。ナクラートスは。先生。しろ。早く帰りたい。気になるな。やはり気になる。すぐ戻れ。ああ、行ってらっしゃい。麻痺の粉。一房のウール。なるほどね。さあ、どこ行きやがった？必殺技、うい、うい。どこ行った？こっちか。天使の羽、ランドセルだ。さすが、おりゃからもこ、結局だから素材系が何なのかは全然わかんないんだよな。こっちなんか違う気がする。一回こっち行ってみよう。さっきのとこ戻る可能性がある。あ、やっぱり。じゃあやっぱこっちか。経験たっぷり。
れていた。氷の魔女が生きてるわ。大切な弟なんだ。自由になさい。さあ話が進んだよ。じゃあ俺が退治するのか。はい、戦いましょう。じゃあやってやんよ。シールドブレイク、おりゃー、使ったよ。おい、外したよ。おい、さあ雪男バトルだ。どうだどうだ雪男、こっちか。踏まれた。乙女のため息、ふさふさの毛玉。こっち宝箱だけか。じゃあルートはこっちか。あ、来た来た。さあ戦いましょう。やってやんよ。やんよ。ああ、逃げちゃった。当たれ。おっしゃー、当たった。やくそ弱いんですけど。やくそ弱、一瞬で終わったんだけど。弱っ、非常に弱いんですけど。これって何だろう。秒で終わりましたよ。ウフフフフ。アストリア銀を取得。凍れる過去。何トラマルさん、あんた人がゲームしてね、邪魔すんじゃないよ。さあ月読みの鏡、これ行きましょう。塔ですね。レイリスの塔。あ、レイリスの塔ね。さあどんな塔でしょうか。
はい、ホワイトパールさあ、溶けないこれ、何でるのかな、一緒に行こう、じゃあ。なるほどね。あれ、あいついなくなるの？マジか。全然こいつ戦わねえんだけど、もしかして役立たずか、マジ役に立たねえこいつ、走るだけは言っちゃうもんねえな俺、やろう戦えよ、全然戦わねえんだけどこいつ、うわマジちょっとうざっ、金ばっかだな。どんどん進んでいきましょう。塔だからな。ガンガン進んでいくんでしょう、きっと。この日はマジで役に立たねえな。くらえ、くらいやがれ。どんどん進んでいきましょう。うまい。
危ない。順当に進みますよ。あ、セーブポイントあるからボスだろ。もうすぐや。もうボスだね。じゃあ6回。あ、これボスっぽい。行くぞ。違うの？証拠なんちゃら。エレベーター？エレベーターだなこれ。3階に落ちたよ。あれ？え、なんだったの？え、どういうこと？これあんま意味なかったな。もしかして3階からショートカットできた？そういうこと？マジか。見逃してたな、3階。違うのか。どういうことだ。正規ルートですか。よしよし。お、これ以上上なさそう。ここゴールだろう。
経験をよこせ。あ、なんか運だぞあいつ。おお、爆弾。おお、経験値ドバドバじゃないの。ちょっと。よしよし。美味しいな今のやつは。全然上あった。近い。くらえ。今のなんだ、武器か。あ、これだ。え、これでも 26? だよ、こっちの方が強い。残念ながらミスイルブレードの方が強い。どこまで強くなったのと、なんもないの、なんもない。さっきのとこということは、これは降りるな。ここから降りるだろう。よし、絶望の叫び、死者の爪。こんなに行く、また降りるのこれ。え、本当？え、またちょっと、ちょっとはめないで俺のこと。あれ、さっきと同じルートじゃないこれ。さっき行かなかったところに行けと。どういうことですか。
金が欲しいんだ俺は。ちなみに逃げるって選択肢ないのかな、このゲーム。シールドブレイク、おりゃじゃん。おっと、いい武器手に入れた。両手剣でしょこれも。よし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 、さらに強くなったぞ。こいつはラッキーだ。ダメージがめちゃくちゃ入るぜ。めちゃくちゃダメージ入るぜ。超楽勝なんですけど、素晴らしい。はい、10回来た。よし、水分11回。うん、もうそろそろだろう。運命の扉。ああ、過去と向き合うの。危なくなったら逃げてください。何の話や。まあ行きましょう。ボス戦ですか。あなたが番人。おお、めっちゃ強そう。クライアだね。出たよ。釣り。うな。やべ、めっちゃ食らってんじゃん。クライアーレーシールドブレイク、おりゃ。あ、また避けたよこいつ。汚ねえな。汚ねえぞお前。ピュッと。この無敵時間ずりーぞお前。やばい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 。終わるっしょ。よし、勝った。
新しい武器になったからな。すげえダメージ通るわ。お前経験いらねえだろ。やろう。怖かった。なんか来たぞ。真珠。うろつくなと言ったろ。はい。わかったよ。下まで送ってやってくれ。お前を殺す。何こいつ急に。感じ悪いわ。ああ、もう敵が出なくなるってことね、これで。何こいつ。さっき落ちるとこあったから、こっから一気に落ちれるんでしょう、きっと。はい、5階までほら落ちてきたよ。一気に落ちたよ。ということはこっちか。おい、雑魚掃除してんじゃねえのかよ。全然いるぞ。おい、話が違うんですけど。行きたいんだよ俺は。そうそうそう。レーザー汚ねえぞお前。サクサク倒せる。
ですね、そのゲームは。鶏肉、あれ何かボスなんだっけ、どういうこと、なんだ下克上、宝石泥棒、会いたかった、奪わせてもらうわ、どういうこと、デュエルビースト、何の話ですかこれ、え、またボス、いやだもう、さっき倒してた、嫌いやがれー、めっちゃ当たる、ダメージが通りすぎるぞこれ、小雑魚だなこいつ、めっちゃ楽勝じゃん、余裕でした、弱えな、さあさあかかってこいよ、また会いましょう。さよなら。あれまた議員もらったよ、どういうことなんだろう、お元気で、さあとりあえずアーティファクトがなくなったからどっかでなんかするんだろうな、まあとりあえず今日のところはこんな感じかな、90分ぐらいやったしな、仲間がいなくなっちゃったけどまた拾ってくればいいか、はい、セーブしました、はい、ということで今回の動画はここまでです。ここまでご視聴ありがとうございました。